は大雨が続いています。避難指示が出ています。現在佐賀県の嬉野市と有田町の 15,652 世帯 38,340 人に対して大雨警戒レベル4の避難指示が出ています。周囲の安全を確認して速やかに避難してください。すでに浸水や冠水が発生している場合は家の中の2階以上など安全な場所に留まってください。今週はデルフィニウムの花束をフジテレビフラワーネットから10名様にプレゼントいたします。また目覚ましテレビのホームページからもご応募いただけます。目覚ましじゃんけんタイム Are you ready? 目覚ましじゃんけんじゃんけんぽい。私はパーを出しました。皆さん忘れ物ありませんか？お出かけの前にしっかり確認してみてくださいね。今日も一日頑張りましょう。椎名桔平さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今週は100ポイント以上貯めた方の中から抽選で千葉県 JA 調整長生きマスクメロンを40名様にプレゼントいたします。それではエンドニュースです。豪華アーティストのライブとともに1万2000発の花火が東京の夜空を彩り、神宮外苑花火大会が8月20日に3年ぶりに開催されます。今日からチケットの抽選申し込みが始まるということです。